満足げな表情、はい、おーおー、そうですか、ちゃんと入り込んでるなというそれが嬉しいですよ、垣間見えたので、やっぱ入り込まないとね、うん、アフレカファッションチャンネル、どうも、こういちです、私がなろうじです、よろしくお願いします、お願いします。さて、アフレカファッションチャンネル版のファーストテイクでございます。はい、本日のファーストテイクは、はい、柴田恭兵さんのアゲイン、おお、ね、こちらは、映画「べっぴんの街」の主題歌、そうなので、まあアブデカを撮ってた頃に撮られた映画「べっぴんの街」というのがあって、まあ、コントを舞台にした映画なんですけど、はいはいはい、そのね、アブデカと比較すると恭兵さんの演技がまたね、その素晴らしいんですよ、弾いてる演技だったり、はいはい、まあ、要は有事じゃないですからね、有事じゃないもんね、なのでその演技が素晴らしくて、そこのまあ主題歌というか恭兵さんの歌が、かかってるんですよ。なるほど。なんとも言えない、そのね、まあ、要は神戸の港町にあった曲、うんうん、メインの曲で、すごく雰囲気がいい曲なので、はい、これはもうそのぜひとも歌いたいという、これは光一もあれなんですか、映画ご覧になって。もちろん見ましたよ。へえ、いいですよ、これはもういいんですね、そこでやっぱこの歌もいいなと。そう、まあ、だしね、その恭兵さんの、まあ、ファッションもいいし、はい、港町神戸を舞台にしてるんで、まあ、背景もいいしという意味で、うんうん、はい、そのおしゃれなんですよね。ああ、おしゃれ、おしゃれ、監督も脚本も要はアブデカを担当してる人が作ってるんで。あ、そうなんですか。そう、まあ、それはいいね。原さんと柏原さん、あ、柏原さんなんだ、すごい。なので、そういう意味ではなんか僕的にはそのアブデカと共通というかね、確かにね、近い位置にいる映画だと思っていて、うんうんうん、なるほど、その中でかかっている曲、いいですね、選曲いいんじゃないですか、ですよね、なんか、いや、任せてください、さすがですね、これ、歌に関してはうるさいですからね、ね、知ってるそう、はい、その中の、うん、素敵な曲、このいいですね、これも楽しみだ、はい、練習してきた成果を見たい、お見せしたいと思いますので、はい、どうぞ聞いてみてください、はい、それでは、柴田恭兵さんでアゲインです、どうぞ。
ということでね、もうこれは気持ちよかったって感じですね。アゲイ歌っていて、ジャケットがね、かっこいいっすね。素敵な、あの本原作、うん、原作だともっとね、ほんとソフトスーツのダブルの、はいはい、重厚な感じのこんなような柄なんですよ。そう、だから僕はもうちょっとタイトに見えちゃうと思うんですけど、はい、雰囲気ぐらいは出るかなという。なるほど。このラストシーンがね、うん、素敵なんですよ。あ、そう、あそこのね、京平さんがもう素敵、表情から。あ、そう、そんで雰囲気が好きで、うん、まあ、昔からよく歌ってる。あ、そうなんですね。なのでなんかこう割と緊張せずにいけた気がします。あ、なるほど。はい、なるほし的には どうですか。そうですね、高一のそのなんか満足げな表情、はい、おお、そうですか。ちゃんと入り込んでるなというのが垣間見えたので、やっぱ入り込まないとね、うん、せっかく歌わせていただくので。いや、すごいなっていう、ちゃんとできてたなって思います。本当にできてたならいいんじゃないでしょうか。できてたと思います、うん、あとはコメントが楽しみですですね、うん、はい、ということで柴田恭兵さんのアゲインでございました、はい、ありがとうございます。そしてでは、アベテクファッションチャンネルのチャンネル登録とベルのボタンをオンにして通知を受け取ってください。そしてグッドボタンと LINE アットの登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらがアベテクファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。もうポイントはこの襟です。襟見ていただくと、この立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープですよね。このあたりをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ったり時にもすごく軽快で、有事の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。